皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Your Story、 あなたの物語というものを選ばせていただきました。本日日本は11月20日ですね。今日は何の日か皆さんご存知ですか？実はですね、とてもとても大切な方のお誕生日になります。こちら読ませていただきます。エミさん、いつも目覚めの配信ありがとうございます。優しい中にも芯のぶれないエミさんの言葉にうなずきながら毎日楽しく聞いています。11月20日は私のピー歳の誕生日です。風さんとエミさんにハッピーバースデーおねだりしていいですか？昨年の誕生日にはまだ風さんをはっきり認識していなかったなんてもうびっくり。風さんに出会う前、一体どんな生活してたか忘れるぐらい。今や日がな風さんに思いを馳せ、ズブズブの沼落ち生活の私。先日一点集中は危ない推し生活って言われたばかりまさか人生後半でこんなに心躍る毎日がやってくるなんて。今でも怒ってしまったことにどんな意味があるというのか、自問自答の日々ではあるけど、風さんと出会い、エミさん、風民さんとつながり、今こんなに心豊かに暮らしているのには素直に意味があることなのだと思っています。今年の誕生日にお二人に歌っていただけたら、まだまだ続くだろう旅路をまた一年しっかり踏みしめ進んでいけそうです。そしてこれはわがままなお願い、今日限定でとぼけた名前これね、変えるだけど、これは実はケロッピさんからですね。はい、ケロッピじゃなく本名ゆかで呼んでほしい。どうかこの乙女心叶えてエミさん、ということでね、そうです、ケロッピさんのお誕生日になります。そしてね、私もね、返信でもちろんです、喜んでお祝いさせていただくね。そうだよね、起こることすべてに意味があるなんて言われても納得できないこともあるよね。まだまだ旅路は続くね、一緒に歩んでいきましょう、って返したんですけれども、そしたらね、ケロッピさんから、エミさん、おはようございます。願わくばこれからは穏やかな旅路であってほしいです。良いことなくてもいいから、悪いこともない、いやいや、風くんに出会えただけですでにかなりハッピーか。エミさん、ありがとう、というご返信をいただいたんですけれども、ケロッピさんからはね、皆さん覚えていらっしゃるかしら、見てない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、半年ほど前、私が妹が作詞作曲をした両手を広げてという歌に合わせてね、皆さんに両手を広げた写真を送ってくださいということで、そちらの企画をしていた時にね、こちらの写真を送ってくださいました。そしてその時に一緒に送ってくださった文章で、ご自身の辛いね体験、もう私は本当に涙ながら読ませていただいたんですけれども、をねシェアしていただいて、そしてそれを皆様にもシェアしてもいいですと言われて、動画でねシェアさせていただいたんですけども、その動画を私ね、改めて今回また見返してみてね、なんかとってもね感動してしまいました。起こること全てにね意味があるかわからないって、そりゃそうですよ。娘さんをね23歳で亡くしたという不意の事故でね、ということを打ち明けてくださいまして、そんなことね意味があるなんて言われたってどんな意味って思いますよ。でも少なくとも私はケロッピさんのその悲しい出来事にではなく、ケロッピさんの生き様に感動してます。ケロッピさんを不快に来てくださるっておっしゃってるんですけども、宮城からかな、飛行機に乗ってね、幹事さんと話した時に、まあ、私の不快は空港内のね公共の場所でありますから、展望台でね、
もう皆さんギャーギャー言ったら大変だからね、幹事さんとかがこうちょっと見回ってギャーギャー言ってる人がいたら静かにさせるとかね、そんなことをおっしゃってたんだけども、私はいやでも私ケロピさんに会ったら泣いちゃうかもっていうこと言ったんだけども、私本当にねケロピさんに会ったらハグして泣いちゃうと思います。それだけでもねすごくねケロピさんのね生き様がねすごくね私の心には響いてるんですね。たくさんの方々にもね感動を与えてると思うんです。そんなこと言われてもねわからないかもしれないけど、それがその意味だって言われてもねそんなのって思うかもしれないけども、でもね本当にねありがとうございます。その動画で皆さんにシェアしてくださったケロピさんの覚悟というかね、もうめっちゃかっこいいと思いました。で私はね今回最後にその動画をねもう一度ねあえて流させていただきたいと思いました。皆様にももう一度聞いていただきたいと思いました。ということでその前にではケロピさんいやゆかさん11月20日お誕生日ということでね、まずはいつものように風さんに歌っていただきまして、その風さんが歌い終わった音から私がハッピーバースデー歌わせていただきますので、皆さんもよかったら一緒に歌ってお祝いをいたしましょう。では風さんよろしくお願いいたします。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear ゆうかさん Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuka-san. Happy birthday to you. Yuka-san, お誕生日おめでとうございます。Yuka-san にとって素敵な一年になりますように。そして11月19日20日の言葉は There is always time for gratitude and new beginnings. 感謝の時間と新しい始まりの時間は常にあります。ということでこちらは J. ロバート・モスキンさんというアメリカの作家の方の言葉だということです。ゆかさんのお誕生日にぴったりの言葉なのではないでしょうか。素敵ですね。そして皆様からのコメントを少しご紹介させていただきます。リントミョさん、エミさん、ひとみさんのコメント読んではいましたが、改めてエミさんが音読してくださるのを聞いていたら涙が溢れてきました。化粧前でよかった。多分このコメント欄に集う方たちもみんな最初の扉を開けて一歩踏み出した時は同じ気持ちだったと思います。私も初めての時は送信ボタンを押すのにかなり時間かかりました。そして気づけばこの展開、そしてこの状況、今やここだけでなくいろんな場所のコメント欄に共鳴したり疑問持たれる方に分かることはお伝えしたりと返信もよくしています。職場で毎日顔を突き合わせてる人でもなんか会話噛み合わなくてあれなんてこともあるのに、全く知らない方と心つながり共感したりしていることの不思議、同じ思いの人と出会いその気持ち分かち合えることはとても嬉しいですね。そしてエミさんのおかげでそんな方たちとリアルにまでつながることもできて本当に世界が広がっています。ひとみさんも目の前にちょっと気になる扉を見つけたらぜひ開いてみてくださいね。思う以上の素敵な心地いい世界に入っていけるかもしれませんよ。そんなことを実体験したちょっとだけ先輩からのアドバイスでした。ということでね、みおさんありがとう。もう私自身もそうですよ。まずブログから私を始めましたけどね、もう最初の投稿ドキドキ、もう YouTube もそうですよ、いちいち一つ一つドキドキ、めっちゃ勇気いりましたね。
えいって感じで投稿してました。でもね、それもね、慣れてくるんですよ。本当に。今はえいしなくてもできてますしね。でも最初は本当に泣きながらえいでしたよ。っていう時もありました。それがね、すごい世界につながってるんですよね。リントミョさん、実体験。ありがとうございます。そして吉田ひとみさんからも、私のコメントをエミさんの声で聞く日が来るなんて嬉しすぎました。エミさんに集う方々のコメントが優しくてユーモアがあって知識が豊富で、どこかの図書館に行って図鑑やら辞書やら写真集やらを探さなければ得られない感動や衝撃をもらっています。毎日が新しい日、自分次第で別世界、いいことも悪いことでさえ全てがグレイス、そんな風に思えるようになって私は変わりました。人のためと思って自分を我慢する、それが正しく美しいことだと教えられてきたけど、自分を愛で満たすことが一番なんですね。じゃないと人を愛せない。いろいろなところから愛を感じ、まず身近な人から愛を伝えたいです。エミさんとここに集う方々が本当に大好きです、ということでね、めっちゃ嬉しいです。コメントひとみさん、ありがとうございます。そしてみんなのお母さんからこのコメントいただきました。初めてコメントします。私は68歳まで誕生日が嬉しくない自己嫌悪の人生でしたが、風さんの音楽に出会い、いろんなものを手放すことが自然にでき、いつの間にかグレースな私に変身していました。この感動を誰かに伝えたいと思い、エミさんのようなチャンネルを上げているある人にコメントしたところ、あら、お祝いしてなかったですか、ごめんなさいね、お誕生日おめでとうございますと返信が来ました。私の祝って欲しかったのは誕生日のことではなかったのに、思いは伝わりませんでした。その方はたくさんのコメントで誕生日を祝ってほしいとメッセージをもらっていて、全ての人に返すのが大変みたいです。まるで風さんのチャンネルではなく誕生日お祝いチャンネルになっています。エミさんも登録者が増えてくるとこんなことにならないでいてくださいね、ということですね。コメントありがとうございます。まあなんとなくわかりますけれどもね、どなたのチャンネルかっていうのは。でもね、私のチャンネルでも、私のチャンネルも風さんのチャンネルではないんですよね。私がやりたいことをやってるチャンネルで、ただ風さん大好きだから風さんのこと毎日話してるけどね。なのでまあどんなチャンネルになっても私はいいとは思うんだけれども、それでやっぱり視聴者様が、あ、このチャンネルは見たくないとかね、あ、これが好きだっていうので選んでいくっていう形になるとは思うんですけども、でもみんなのお母さんはね、そういうちょっと残念な感じだったんですね。そしてね、私が嬉しかったのはね、感動しちゃったのはね、このみんなのお母さんに対する皆さんの返信。まずレイジーキンさん、エミさんは心配りのある女性ですからそんなことにはならないと思いますぜって、金さんも私の貴重な男性視聴者様、たまにコメントをくださるありがたい視聴者様ですよ。もうこんな言葉、私泣いた、このコメントには、ありがとう。そしてカーロさんもね、レイジー金さん、私も同感でございますということでね。そしてね、タカコさん、私も同感です。エミさんを信頼しています。うまく言えませんが、エミさん自身も辛いことをたくさん乗り越えてきた方なので、人の何倍も言葉選びや気の配り方などものすごく考慮されていると思いますよ。なので安心してくださいってね、めっちゃ嬉しい、ありがとう。そして元子さん、みんなのお母様、はじめまして元子です。大丈夫、エミさんは聡明で愛のある方なので、もちろんガーデンの皆さんも、私もここでコメントさせていただくようになってポジティブになれたし、優しいお友達も増えました。ここは大丈夫なのでアウトプットしてくださいね、ということで、 MH さんもグレイスな毎日になれたこと素晴らしいです。私は誕生日未だに苦手で、できるだけ周囲にバレないようにしています。でもお互いにおめでとうと伝えていらっしゃるのを見るのは楽しいです。グレースな日々を教えてくださってありがとうございます、ということで。そしてカーロさん、みんなのお母さん、はじめまして、カーロと申します。生意気と思われるのを承知でコメントさせていただきます。
言葉って簡単なようで、相手にどう伝わるか、伝わり方は十人十色だと思うんです。その方からのお返事には言葉以上の思いが込められていると信じませんか。そしてはい、次行って進みましょう。失礼しましたということでね。そうかもしれませんね。そしてマコリンさん、みんなのお母さんはじめまして。風さんに出会っていろいろ手放すことができたこと、それを実感できたこと、まさにグレースですね。人の気持ちを理解して言葉にして返すことは、過去私はいつも気軽にしているけど責任もあるなぁと感じました。自分が期待していた言葉が返ってこなかった時、残念な気持ちになることもわかりますよ。そのことをポロッと小声でつぶやきたかったのね。みんなのお母さんはよしよししてあげます。年下だけどということでね。そしてペルコさん、みんなのお母様はじめまして、こんにちは。エミさんは絶対にそんな方ではありませんから、安心して書き込みしてくださいね。お母さん読んでましたよ、配信も聞いてました。センサルお名前ですねということで。そしてケロップさん、みんなのお母さん、エミさんは温かいんです。風さんの変ラサ精神をまっすぐ私たちに届けてくれます。だからみんな安心して集まってくるんですよ。これからも一緒にグレースな日々を歩みましょうね。ワクワクで。そしてチャムさん、みんなのお母さんはじめまして。そのチャンネル私も視聴していて、あなたのコメント覚えています。紅白で風さんを知り、グレースに出会って人生が変わったのですよね。意図や思いが伝わらない、人生ってそんなことの繰り返しかもしれません。11月15日お誕生日、グレース記念日おめでとうございます。ごめんなさいと謝る人を許すことで気持ちが楽になる。私はこれで乗り切っています。人生の大先輩に対して失礼いたしましたということでね。ありがとうございます。そしてきょうちゃん、みんなのお母さん、風チェンの音楽に出会ってグレースな自分に変化できてよかったですね。おめでとうございます。私もそうです。世界中の人がそうなったらいいですねということでね。皆さんめっちゃ温かいコメントをたくさんありがとうございます。みんなのお母さんもね、皆様にコメント返されておりましたが、私はね、みんなのお母さんがコメントしてくださったことによって、たくさんの師匠様のね、私に対する印象というか思いっていうのがね、改めて聞けてね、私はね感動してしまいましたね。皆さんそういうふうに私のことを思ってくださってるのかということでね、いやありがとうございます。本当にもうねめっちゃ感動しました。はい。そしてテイコスさん、エミさん、ユリさんの久しぶりの声を届けてくださってありがとうございます。お元気そうでよかったです。いつもお伝えしようと思いながら、マナの件、エミさんの朗読にはいつも感謝しております。朝忙しい時には帰宅してからの視聴になってしまいますが、家事の手を止めることなく、時には画面を覗いて楽しむことができて本当に助かっています。ありがとうございますってね、テコさん思いを伝えてくださってありがとう。これめっちゃ嬉しい。私ね、この動画を作っている時に今朝ね、頭痛ダイアリーが来たんですよ。それで実はこれをアップする5時間ぐらい前にね、もう日本時間の夜中の2時ぐらいだったんだけども、アップしたんですね、頭痛ダイアリーを読んだのが。6時半に始めて終わったのが8時だったから、1時間半ぐらいかけて作った動画なんですけど、でもその朗読したのをね、とても助かるっていう風にこういう風に伝えてくださるとね、なんかやりがいがあります。ありがとうございます。そして星ふるふるさん、エミさん、今日はエミさんの過去動画まだ開いていなかった分を見ていました。エミさんとっても美しく花開いている人ですよ。また今日も言いたくなっています。いつも愛あふれる配信をありがとうございますって、めっちゃ嬉しい。伝えてくれてありがとう。めっちゃ嬉しかったです。そして過去動画といえばね、花さくらさんから、エミさんこんばんは、ロスはおはようございますですね。またまたお返事してくださりありがとうございます。エミさんが24歳で結婚され、10年お子様を授からなかったとのお話を聞き、私も結婚24歳、すぐに1人目を授かったんですが、2人目が10名授からなく、同じく不妊外来はやめて自然に任せると奇跡的に授かりました。同じだって。でね、私の場合ちょっと状況が違うんだけども、まあでも10年目にできた子供ですね。実は私の最初の子供には障害があります。兄弟を作ってあげたかったのですが、日々慣れない子育てに必死で、今思えばその頃パニック症にもかかってたんですね。人前に出ると震えてきたり、うまく笑えなくてとてもしんどかった。
エミさんのパニック症の経験の配信を見ようと探していたら、2020年障害者日本とアメリカの違い、すべてがバリアフリーというものに目が止まりました。もう涙が止まらず、こんなに障害者に寄り添ってくださる人がいる、ものすごく感動しました。私は今まで何回か訪れた海外旅行で障害のある娘のことで嫌な思いをしたことが一度もないのです。皆さん温かく声をかけてくださる、特にアメリカ、そして7年前に行ったロシアでも、人の心の底にはあったかいものがみんなにあるのだなと感じました。それがうまく出せるかどうかなのかなと、話が重たくなってしまいました。今の私は風さんやエミさん、風タリアンの皆様のお話を聞いてとても解放されました。ハッピーです。娘も風さんの CD 大好きで、車で毎日ノリノリで聞いています。これからも幸せでいます。ありがとうございました。ということでね、ありがとうございます。本当にね、この件に関してはね、私も思うところがたくさんあるんですけれども、本当にね、この動画たくさんの方々に見ていただきたいですね。で、私も母が以前も話しておりますけども、5歳の時にね、ポリオでね、右手が不自由になってたりとか、まあ、いろんなことで私も障害者を支援するような会社で働いていたこともあって、そこでもいろいろ学ばせていただいたりとか、そしてやっぱりアメリカの障害者に対するいろんな対策がね、素晴らしすぎて、もう本当に普通の健常者と同じような感じでね、生活ができるっていう環境が本当に素晴らしくてね、感動してるんですよね。だから日本も早くそうなってほしいなって思いがすごく強いです。ということでね、まだまだご紹介したいコメントがたくさんあるんですけど、ちょっと明日にしますね。すごく長くなりそうなので。で、最後にね、こちら、エミさんへおはようございます、こんばんは。突然わけのわからない写真を送ってごめんなさい。今長崎に旅行してます。お帰り夕日に向かって両手を広げて、祭り祭りグレイスと歌い踊りながらの温泉、小浜温泉といって海沿いに貸し切り風呂があったので夫と入ってきました。曇っていたので太陽の光が差していた時にこっそり撮ってくれた夫に感謝。今日は港や平和公園によってお祈りしてきます竹よし子、ということでね、こちらのお写真送っていただきました。素敵ですね、ありがとうございます。ということで、最後に先ほどもお話しいたしましたけど、6ヶ月前にね、こちら配信させていただいたケロピさん、ゆかさんのことをお話ししている動画をもう一度流させていただきたいと思います。ゆかさん、本当にお誕生日おめでとう、そしてありがとう。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではお聞きください。皆様こんにちは、おはようございます、エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Your Story、 あなたの物語というものを選ばせていただきました。日本では5月5日子どもの日ですよね。ということで、こちらね、素敵な鯉のぼりと一緒に両手を広げて送ってくださったケロピさんの写真を表紙にさせていただきました。こちらの写真、2、3日前に送ってくださったんですけども、今募集しているこちらの企画、みんなで手放してつながろう企画第2弾、両手を広げた写真追加大募集、そして一緒に歌ってみませんかというものにね、送っていただいたものになります。そしてもうこんなに素敵な鯉のぼりと一緒に写っている写真なので、ぜひ子どもの日に YouTube にアップしてよろしいですかというふうに尋ねたところ、エミさん、慣れないスマホ知識を駆使して四苦八苦の末の投稿でしたので、つながれたことに、そしてお返事いただいたことに感動です。素晴らしい時代になりましたね。
還暦過ぎた身にはついていくのに必死ですが、投稿はシェアしていただいても OK です。いろんなものをなくしてまた手に入れ、人生ってそういうものなんだとやっと受け入れられたのも風さんのおかげです。みんなと比べて自分が持っていないものばかりに目を向けてしまいがちでしたが、今持っているものを大切にしていかなきゃね。エミさん、ありがとうございます、というお返事をいただきました。と言いますのも、最初にこの写真を送ってくださった時にケロッピさんのとても個人的なお話をシェアしてくださいまして、私はちょっと感動してしまったんですけども、それを皆様とシェアしても良いという承諾を得ましたので、この日に皆様とシェアさせていただきたいと思います。エミさん、はじめまして、ケロッピと申します。エミさんのパワフルで心温まる配信を毎日楽しく聞かせていただいております。私は10年前、不慮の事故で23歳の娘を亡くしました。あの日から残された家族が笑って過ごすことが一番の供養と信じて生きてきましたが、この喪失感は何をしていても埋めることはできませんでした。そんな時、風さんの帰ろうに出会い、むさぶるように曲を聴くうちに風民さんに出会い、エミさんにつながりました。今ではくじけそうな時は、うっしゃうっしゃと心の中で自分を鼓舞しています。今回両手を広げて企画に参加して、風民の皆さんと、そして空の娘ともつながれたらと願っています。ちなみに場所は311被災地に毎年飾られる青い鯉のぼりプロジェクトの会場です。たくさんの鯉のぼりとともに両手を広げて、ということで、ケロッピさん本当にありがとうございます。なんだかね、これを見ながら私は、まあ、1年ほど前に私が手放した話は皆さんにも申しましたが、その時私は YouTube でね、自分の心の傷とかいろんなことを発信していたわけですが、毎回毎回もうその動画を作るのは号泣しながら作ってました、私で。妹にもね、お姉ちゃんこれ泣きながら作ったでしょうって見破られてたんですけども、でも投稿した後にはその傷がなくなって、本当にスッキリとした気分でね、手放せたなっていう気分になったのを思い出します。近所にあるお花をね、まあ、ビデオに撮っている私なんですけれども、最近感じるのはね、こういうお花を撮っててね、もうなんかすごいめっちゃちっちゃいお花とか思っているお花でも、こうずっとこう近づいてみるとね、それがめっちゃ綺麗だったりするんですよ。例えばこの白いお花もこう近づいてよく角度をね、こう変えて見てみるとすごく綺麗じゃないですか。きっとみんな気づいてないだけで、こんな綺麗なものがね、周りにあちこちにあるんですよねって最近思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。